皆さん、こんにちは。マーティン、ネタになるもの満載のキングタクです。まず、赤ちゃんのためにやっておきたいことは、まず、母子手帳の準備とか、いろいろ手紙とかですね。はい。市役所、保健、行けばわかります。はい。あとは、まあ、早く届け出を書かなきゃいけないですね。はい。それによってですね、妊娠がわかったらね。はい。まあ、名前も決めなきゃいけないし、あとは記録が満載でございます。はい。確かに懐かしいですね。母子手帳も、今でも進化しております。はい。ぜひ、進化した方がいい。あとは体重ですね。体重も気になりますね。はい。あとは、まあ、むくみは確かに危険が潜んでおるので、要注意を、ここは割愛させていただきます。確かに、ここも割愛させていただきます。あとは、まあ、胎児ドックですよね。その検査を受けましょう。ということが大事でございます。はい。費用は2万円から5万円ほどだそうです。はい。まあ、超音波検査、やっぱりおすすめですね。ペットに飼っているとアレルギー性の危険が起こるので気をつけてください。確かにコロナウイルスに関してもここは割愛させていただきます。というわけで、赤ちゃんが生まれたらやっておきたいことでした。バイバイ。